ロの命を助けたかったらマロのものになれ。先々まで可愛がってやるぞ。そうすれば窓からの店も飽きないだけは続けられるようにしてやろう。どうよ。わかりました。どうぞ手をお話しください。そうか、ほんならマロについておいで。なその子なんじゃ。何この無礼な。マロども出会え出会え。マロマロども来れ。ああく何をするか。このままでこの雨に入らぬか。こちらにお集まかとどなたと心得る。恐れ多くも先の副将糸光圀公にあらせられるぞ。一同陽光の御前である姿がい控えよろ。恐れ多くも帝より三味の位を賜り中納言を務めた身じゃ。すなわち帝の臣であって徳川の家来ではおじゃらん。そのマロの屋敷内で牢崎を働くとは言語道断。このこと直ちに帝に献上しきっと公儀に駆け合うてくれるゆえ心しておじゃれ。さてそれはどうかな。一行三味佐大臣様。能三味そなた今この方々を狼藉者扱いいたしたが、その方の罪はどうなのじゃ。胸に手を当ててよく考えてみ。何と仰せられます。その方の悪事この菊邸が見届けたぞ。言うなれば公家の面汚しじゃ。この上は身を清め身からのお沙汰を待つがよいぞ。ご隠居あとは吉名に。ご苦労様でしたな。最強や谷蔵。はい。その後補助御用達看板欲しさに窓ヶ谷を落としれんとした企み、この光圀しかと見届けておるぞ。恐れ入りました。追って諸次第より厳しいお沙汰があるものと覚悟しておれ。